アニメ グリッドマンラジオ、とりあえずインスタンス。ラジオを聞きの怪獣の皆さん、一週間ぶりですね。こんばんは、アブニチュア。パーソナリティのアレクシス・ケリブ役、てっちゃんこと稲田哲です。いやー、先週も帰ってきたウルトラマンやクレイジーゴンの話題で大盛り上がりしましたね。皆さん、帰ってきたウルトラマンはあれですか、新マン、鬼マン、どっち派ですか？僕は新マンですね、やっぱりね。あー、やっぱりね、僕ら世代はね、新マン多いですね。お便りも8割方は新マンですね。ウルトラマンジャックって名前が未だに馴染まないんですよね、僕ら世代はね。まあでもね、今のちびっ子的にはジャックなのかな。あとね、クレイジーゴン、もうその頭についてるなんとか怪獣って今言えないですからね。ねえ、もう時代を感じますよね、クレイジーゴン。皆さん調べてみてください。多分ね、あのウルトラ怪獣図鑑、昔のやつとかには載ってると思いますんで。そんなこんなでね、今週はね、なんと10週にわたってむさ苦しいおっさん一人で送り届けてきましたが、このラジオ、今日はなんと素敵なゲストの方がスタジオにいらっしゃってます。この方です。自己紹介お願いします。はい、ラジオお聞きの怪獣の皆さん、はじめまして、アブニチュア。アブニチュア、筒時代高校から来ました、宝田立花役、宮本ゆめです。いやいや、ようこそおいでくださいました。いや、もうゆめちゃん飲んでる？いや、もういつも飲んでます。あーねー、ちょっと久しぶりだもんね。お久しぶりですね。ちなみにゆめちゃんは、はい、帰ってきたウルトラマンは、はい、シンマン、はい、キマン、はい、ジャック、何派ですか？シンマンです。あ、シンマン、シンマンでございます。はい、シンマンなんです。おかしいよ、それ。逆にかっこよすぎて、かっこよすぎて大好きです、ね。はい、なんか最近ジャックっていうのがね、やっぱね、はいはい、あのポピュラーになってきてるけど、シンマン派か。いや、ちょっと昔のものにちょっと好かれる傾向がある。いや、ゆめちゃんこう見えて親父キラーだからね。そんなことはないですけど、ね、本当ですか？ほんとね、俺たちの心くすぐるようなことすぐ言うから。最近ウルトラマンのソフビが気になるんですよ。いや、ほんとそうなんですよ。ブロードウェイ行っちゃって、じゃあ今度一緒に見に行くみたいな。いいんですか？いや、もうほら、この実はね、あのアカネみたいな、はいはい、あの性格は、うんうん、あのレイナちゃんじゃなくて、うんうん、ゆめちゃんだって。もう結構スタッフの間で今もっぱらの噂です。いやいやいや、そんなことないですよ、もうこうやっておじさんたちを手玉に取ってくださいよ。いや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 、今日もコロッコロ俺をね、あ、いいんですか、手のひらで転がしちゃってください。あ、じゃあ失礼いたします。いや、今日は楽しくなりそうですね。楽しいです、もう楽しいです。じゃあそろそろね、はい、オープニング始めていきましょうか。よろしくお願いします。アニメグリッドマンラジオ、とりあえずイースタンス。ちょっと待って、なんかやかましいけど、はい、続けましょう。このまま、うんうん、何これ、一回、まず一回イヤホンつけさせてもらっていいかな。どうなんですか、あれ今日出番。あ、でも始めます。イースタンスアブリアクション。始まんないから。いや、今日は賑やかだね。ふざけんなよ。アニメグリッドマンラジオ、とりあえずユニオン。この番組はグリッドマン制作委員会の提供でお送りいたします。はい、大丈夫でしょうか？全く問題ない。問題しかない。グリッドマントーク。さてさて、番組前半は普通のお便りです。アニメの感想を僕たちパーソナリティやゲストの方宛てのメールを紹介しておしゃべりしていきますよ。今回はアニメグリッドマン第10回のおしゃべりをしていきましょう。たくさんのお便り、そして長文の感想をいただいてますので、時間の都合上一部抜粋して、結構デカめの声で言ってるんだけど止まらないな。前に座ってる方が、なんうるさいな君。どうしたの今、どうしたじゃないよ、収録中だよ。もう誰なの君、さっきからずっとあのちゃワイワイうるさい。今日出番？出番だよ。出番っつうか、私はゲストだよ。1からじゃない、もうゼロからおかしいから。2人でお送りする。そうなんですよ、楽しみにしてきたのに。なんでそういうこと言う？とりあえずインスタンス。とりあえずインスタンスじゃないですよ、まず。アブニチュア。あと忘れたの？アブニチュアじゃない。グリニチュアだったでしょ？アブニチュアだよ。アブニチュアじゃない。何アブニチュアって、何がかかってる？どうしたどうしたどうした。まずは何がかかってるアブニチュア？アブリアクション。当たり前でしょうよ。違うよ。まずこれ台本からまず何なの？いや、だから台本通りに我々進行してますからね。そうですよ。これもだってもう11回ですもんね。11回だよ。これ聞いてないの？いや、聞いてないとかじゃなくて、うん、あのこれラジオですよね。ラジオですよ。まあ、温泉さんで映像でもない配信されてる人気番組ですよ。ちゃんと見てた俺。外から来たんだよ。ちゃんと。なんでそう、あのガチャってドア開けて。いや、みんな外から来てる。なんでこういうことじゃなくて、うんうん、どういうことなのって。だからなんかさ、俺ちょっと待ってくれみたいな、うん、来て。うんうん、
なんでちょっと待ってくれて入ってきたの？今収録中なんだ。収録中だよ。ダメだよ。収録中だから、うん、より来たのによ、うん、のに、うんうん、全然いじらないし、結構サクッとオープニング終わったし、うん、何のために入ってきたのってなるやん。もういやだからこれから何のためだろうな。とりあえずインスタンスをお送りするためにアプニツだって言ってる、ね、オープニングをやったのに、なんかずっとワイワイ言ってるからさ。どうしたの？怖い。この人誰だか分かってない、うん、聞いてる側も分かってない、俺の聞き慣れてる俺の言葉も。いや初めましてだからね。うん、初めましてな、うん、初めまして。え、一応じゃあ一応もう初めまして、あ、初めまして、はい、響ゆうた役の、うん、広瀬ゆうやと申します。響きゆうた、響きゆうた、おう、違う、半々じゃない、なんかテンション違うな、みんな。どうしたどうしたどうした、なんか思いっきし水刺されたよね。そうですよね。違うよ、今すごい怪獣で盛り上がってる。とりあえずユニオンでしょ、じゃあ分かったよ。君は帰ってきたウルトラマンは新マン派かキマン派かジャック派かどれだよ。ジャック派。適当だよ。最近のやつやばいと思ってるでしょ。とりあえずウルトラマントーク、なん最初のさ、いや最近は。じゃあ分かった分かった。あのウルトラ怪獣一番好きな怪獣何よ？ウルトラ怪獣？うん、円盤のやつ。円盤ね。どの円盤？怖い、もうすごい怖いやつ。すごい怖い。円盤の。どういう？こうだ。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 いねえよ。おい。おい誰だよこうだって。こうだってなんだよ。怒られるよウルトラマンファンの方に。俺が全然見てないことバレるじゃないの。ウルトラマン円盤生物こうだってのいるの。でも円盤生物怖いってみんな言いません？なんか円盤生物それあれこの前のイベントであれだろ、俺らがそういうこと言わないで、そういうことだろ。情報ソースバラさないで、ソース元バラさないで。もう早く自己紹介してください。言ったやんだよね。ちょっとこう、じゃあいいよ、戻んなくて。そっか、じゃあさて戻そう。じゃあ第10回の感想を、はい、紹介してみましょうかね。台本に戻るならこっから俺に戻るのよ。台本通りに行くならどこめくってんの今？何ページ今もう。どこ何ページとか言うな、聞いてる人関係ねえから、はい、てかラジオは始まってるのか。まだか。これ始まこんなのがラジオだったらもう、めちゃくちゃやん。そんなユダさんの番組すげえめちゃくちゃで、全然もうぐっちゃぐちゃ、誰一人としても把握してないみたいな。いや、もう今まで11回目で初めてですよ、こんなこと、ね、もうなんか人が乱入してきたの。途中バレるってやばいからね。なんでこのラジオノリでやってるのか。お金とかも何もないのか。なんか適当に集まって今日やるかみたいなノリになっちゃってるけども、そういうノリですよ。違いますよ、しっかりやらないと、うん、こっからちょっとやらせてもらいますよ。だゲストの、うん、今日のゲストは、うん、ね、前も言ったけど、哲、うん、さんだから、我々がパーソナリティなんだから、あなたもゆめさんもちょっと思い出して、なんか普通に都市大高校から来ましたとか、うん、なんかぬるっと言ってたけども、まあ、あのまるであのグリットマン9話のような展開。そうそうそう、みんな夢の世界、うん、止めないと突っ込まないと、しばらくあれこういう歴史だったかなっていう感じで進んできた、うん、で今目が覚めたんだね。あ、ちょっと今目覚めた。皆さんグリニツマンの君らのラジオが侵略されてる。危ない危ない、侵略されてた、危ないな。じゃあ戻してやる、はい、いきますよ、はい、よろしくお願いします。だってじゃあ今から俺はゲストに戻っていいのね。よろしくお願いします。いや楽になったね、これは逆に進行しなくていいからね。怖い怖い、ほらもうでも8分早いのよ。お便り一つも紹介してないで、もう10分弱で話してくからね。もう行きますよ、このくだらない。読みますよ、アクセスネーム逆さ天井さんからです。ありがとうございます。第10回崩壊、前回から引き続きあかねちゃんに注目させられる回でした、うん、今回登場したのはあかねらしくない見た目がさっぱりした怪獣かと思っていたら、うん、倒した中から別のが出てきちゃうし、うん、ずっとローテンションだったあかねちゃんが最後にゆうたを、うん、ゆうたくん中間コンサは無事に受けられるのか、残り2回でどのように終わりに向かっていくのか楽しみで仕方ありません。そしてそしてアクセスネーム笠森さんからいただきました、はい、ありがとうございます。ゆうちゃんゆめさん、ゲストの稲田さん、グリニチは。第10回感想です、うん、アンチくんがグリッドナイトになるとはかっこよかったね。敵が味方になるという王道の展開、やっぱり燃えますね、うん、名前は特撮版でボツになったグリッドナイトを不自然にならないような形を踏襲していたり、踏襲読めないとやばいよ、ね、うん、踏む、踏んで襲う、踏んで襲う、ね、いや、いいよ、そういう説明は踏襲していたり、頭のデザインは続編に登場したグリッドマンシグマ、あ、出た、うんうん、グリッドマンシグマを彷彿とさせる見た目になっていたりと、うんうん、特撮版からのファンとしてはトリガーさんありがとうとしか言えませんでした、うん、アレクシスさん、アンチ君を取り逃がしてくれてありがとう。そのおかげで面白くなったからいいんじゃないかな。うん、あれだよね、なんかアンチの目をバシュバシュって、うん、あれすごかったね、うん、みたいな。アンチどうなっちゃったと思った。でも生きてたね、今までちょっといい人善としてたけど、ちょっと怖い面を初めて見せました。あれ怖かったよ。あ、なんていうの、その
カメラワークっていうの、うんうんうん、さ、なんか本当にアレクシスがすごい強大な感じでさ、ね、おーってなってるさ、うんうん、すごかったねあれは、ね、まあ、でも取り逃がしてくれたからね、ね、説明が甘かったなでも一番やっぱ見ててさ、うん、ファンとしても一番かっこいい展開じゃないですか。いやグリッドナイト俺絶対聞いてね、はい、頭に来たからねあ最初聞いて美味しすぎて頭に来た確かにおい鈴村さんずるいよこれいやだって怪獣隊もあって、うん、さらにはね、うん、敵が味方になるっていう展開はね、特撮的にもアニメ的にも一番燃える展開じゃないですか。しかもちゃんとフォルムもさ変わってさ、ねまあ、ね、まあ、グリッドマンナイト、うん、もうビルの腕で腕組みですよ。いやかっこよかった、ね、しかも俺が倒したいからなったっていうのがまたかっこいいですよね。ナナシをさこう回ってる時にずっと中でさ、うん、ならわかる、うん、アカネの心がわかるってね言ってたね、うん、もうヒーローになったねー本当よーずるいずるいあんな美味しいキャラないぞそう今回の怪獣大好きなんですよ。ナナシあのちょっと気持ち悪い動きのちょっと気持ち悪いやついやあれすごいよね、うん、あの動きがね特撮じゃなかなか再現できない動きだよね、うん、あれはもうそれこそアニメとかね CG とかじゃないと出せない動きをならではのだ、ね、それこそこのグリッドマンの真骨頂ですよ、うん、特撮とアニメの良さをね、うん、両方生かした。そしてね、ユータ死んじゃったし、ね、天井、うん、最後にユータをてんてんてん。いやー、前代未聞ですよね。主人公だと思ってた人が10話で退場しちゃうねえ、あれ死んだのだって刺されてたから、うん、見たあれよくあの、うん、停止したら、うんうん、ちゃんと包丁に血もついて包丁じゃねえぞ。包丁じゃないから お前適当なこと言うな。包丁とかカッターナイフだよ。重要アイテムじゃねえかよ。オープニングにも出てる。もうバカ包丁じゃねえわ包丁なんて一つも出てねえよ。なんで赤根が包丁出すんだよ。カッターずっとあのね、あの赤根が怪獣を作ってたやつだよ、うん、でオープニングでも一瞬なんですよね、あの最後の、うん、そうそうオープニングの終わりなんか一瞬パランと落ちる、うん、あのカットが、ね、カッターがね、実はめちゃめちゃ。それを君は包丁って言ったんだよ。どっから持ってきたん。びっくりした急に。俺の中で包丁になっちゃった。なんで今日ね、さっきから上の空すぎて地に足ついてない感ありますよね。どうでもいいんだけど、オープニング前のマイクテストの時点で水こぼしてるから、うん、テーブルの上に。しかも熱湯入れてきちゃったから熱い熱い。いやそう、焦る焦るって消したんだよ。だって怖いのよもう今普通に進んでるのが逆にびっくりしてて、うんうん、え、じゃあそろそろ行っちゃいけない。いやいやいや、行っちゃいけないって言わなくていいんですよ。怖い。ダメダメ。おい、それはいいじゃん。ゃおい俺の住んでる場所そこ4階じゃないよ。9階だよ。9階です。俺の住んでる場所全部ビームだぞおい俺にプライバシーはないんか。いおいえ、もうじゃあない方向で行こう今日は。あー、そっかそっか。今日では明かされるってこと。そう、あの今日は広瀬くん の、 あの、うん、プライベート情報を俺は8割方バラすもん、ね、あー、いいですねそれ。あのダメなのよビーム、これ全部ビームになっちゃう説あるよ。いやいいよ、じゃあどっか明かす。ちゃんと音は出てるからラジオとしては成立するから。どっか明かすとかダメなのよダメなの、一つもバレちゃいけない今んとこ。どこも行ったらねおい、ついにゆめちゃんも行っちゃったよ。おい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 、楽しい。あのいやゆめちゃん会えるぞ。いや分かる子だね。やったー、うん、言わないけど俺いるのよ、うん、そこに。そこにいるの、そこにいるの、そこの3階住んでる。そこに3階、9階、4階、4階、そこにいるのよ。4階じゃない、9階。何回言わせるんだってんだよじゃあこれやる側も大変なのよ、このスタッフさんも、うん、何回もビーム打つのが。今多分ね本当にもう弾が行き交ってて、ピュン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 弾飛んでるね。いやマジでもうあの頭おかしいか。いや私もね今日言うとは思わなかった。びっくりした。ちょっと居酒屋じゃないの、居酒屋でもちょっとダメだけど。ゆめちゃんはもう察しがいいね、うん、察しがいいねじゃない。あなた俺の味方にならないと。それは嫌です。助けてる。それは嫌ですね、じゃないね。なんか俺も進まんぞ。じゃあ何なら言っていいの。何も言っちゃダメ。え、犬飼ってるとかなら言っていいの。犬も飼ってないから。確かに。おいマネージャー今日いないの。どこ今日ね。わ、何言ってんの。どの事務所のマネージャーもいないからね。あ、いたいた。あれ劇団ひまわり。劇団ひまわりだよ。劇団ひまわりならゆめちゃんの味方だから。言っちゃ、今んとこ言っちゃいけなかった。ゆめちゃんがいいならいいよって言ってくれるマネージャーさん。いやほらマネージャーさんすげえ笑顔で見てるから。ね、丸ですよね。丸なんだよ。さっきのゆめちゃんの発言は OK ということで。OK だって。でもその家とかさ、うん、数字もダメだし。え、確かに。あ、ね、俺が繋げようとしてるところあるね、これね。ダメだね、うん、もう行こう。もう無視していこう。今日俺一人やるわ。じゃあもう無視するの。無視していこう。無視していきます。お、おい、おいマジで何言ってんだ。おい、おかしい。それはダメだ。汗が汗が。それはダメだ。
4ページはない。動揺してるからページもないんだよ。してませんから、はいはいはい、何かね、何かね、してませんだけ、はいはい、してない残しといて、してないだけ残しといて、はい、読みます。アクセスネームトロンベオ今が駆け抜ける時さんからいただきます。トロンベオ今が駆け抜ける時、うわーって知らないでしょ。お前は適当なこと言うな。本当にちょっと効果音として。まあこれ教えてくれた人は多分喜んでくれたと思うから、ね、これ何ですか、テツさんがこれ何のセリフ、これあのスーパーロボットタイトル、素晴らしい、でなかなかのビッグタイトル、もう動揺してる、動揺してる、読んで読みます、読んで、どうしてんの、読みます読みます。ゆうちゃん読み9回9回って言わせんだよ。ゆうちゃん、ゆめさん、稲田さん、こんにちは、こんにちは。連続で読みすぎたらビーム打つタイミングが分かんなくなっちゃう。今もうビームかなり枯渇してんじゃないかな。編集点作ろう。いきます。ゆうちゃん、ゆめさん、稲田さん、グリニチは、稲田さんといえば過去にはウルトラマンコスモスの声を担当し、はい、ゲームでは初代ウルトラマンの声を担当し、ダークファーストとして、うん、ウルトラマンネクサスとも戦うなど、そうなんですよ、ウルトラヒーローにはとても縁深いですね、うん、と。そんな稲田さんが本作ではそうだヒーロー側ではなく、うん、まあラスボスというか、まあ敵側であるアレクシスを演じるにあたって意識されたことはありましたか、と。 PSデスコーピオン大好きでした。デスコーピオンも知らないでしょ。デスコーピオンっていうのは僕の初めてのレギュラーですよ。特撮のキャラクターですよ。へえ。おいくつぐらいの時なんですか、それは。俺が24とかかな。俺らぐらいの時だ。やば。その頃からもうそんなおひげいっぱいだったんですか。なんでひげ基準なんだよ。なんで今日剃ってるから。今日割とひげ剃ってる。今俺もねパッて見て今日剃ってるやんと思って。今日剃ってるやん。もう広瀬君は俺に対する復讐としてひげを全部剃ってやるって言ったら、その翌週俺がツルツルの顔できちゃったんで。いじれない、いじれない。あ、これあ、うわかっこいい。え、これは味方ですか。これは敵です。あ、敵なんだ。でもね、敵なんだけどすごい騎士道精神を持ってて卑怯な戦い方をしないやつで、あれです、あの B ファイターカブトというね、あの東映特撮のキャラクターでメタルヒーローの、サソリイメージなんですか。サソリでしょ。サソリって書いてあるね。これが僕の初めて。これが初。僕は特撮生まれ特撮育ちなんですよ。すごいですね、ウルトラマンコスモでしょ。じゃあもともともう好きだったんですか、特撮とかは。いや、子供の頃大好きで、でまあやっぱりね卒業するっていうか、その見なくなる時期ってなったんですけど、で仕事でやっぱりこういう風にねすごいいい役をいただけるようになったんで、で見てるうちに普通に今あのもう趣味としても楽しんでますけど。そして今回ではちょっとまあ立ち位置的には敵側になるんですかね、まあね、このアレクシス、だまあ一応ねアニメーションではあるけれど、特撮のラスボスの俺の一つの思う形として今回やらせていただいてて、でまあ特にねあのなんだろう、地球を征服しに来た悪のボスみたいなのだとちょっと威厳に見せた方がいいんだろうけど、アレクシスっていうのはある意味そのウルトラシリーズでよく出てくる宇宙人みたいに、なんかすごいフレンドリーに接してきて、それで実はなんかじわじわと侵略していくみたいな。確かに、だってユータとさ、アカネと、あのアレクシスで今日なんか中華屋だっけ、あの、トンカーじゃないか、普通のね町の中華屋でね、トンカーで一緒にご飯食ったり、ねなんか夢の世界でも、私もお家であったからね。そうお家であったし、ね、召使いみたいな感じで、コスプレって信じる理かどうかと思いましたけどね。燃えてるだからずっとなんかさ、そう後ろの魔界とかでこうやって鎮座してるボスじゃないんだよね。フラッと来てさ、なんか気さくに話す感じが。ウルトラシリーズって結構そういう宇宙人が多かったのよ。だからそうなんだ、普通になんかフレンドリーに接してくるんだけど、はいはいはい、実はこの地球を侵略しに来たみたいな、ね、有名なシーンでいうとチャブ台を囲んで諸星さんとメトロン星人が語ってるシーンとかがあって、そういうなんかねやっぱつぶらやのあ、まあ、敵の一つの形かなと。普通にふっと日常生活に来るんだけど、実は何か、ね、腹に一物持ってるみたいな。まあでも一番怖いよね。いやなんかだんだん怖くない。そのだからアンチをさやるとかもさ、今映像出してもらってますけど、これメトロン星人に宇宙人がいるって明らかにおかしいですよ。これ向かいに座ってる方は誰なんですか。これはウルトラセブンに変身する人。チャブ台を囲んでお話をしてるのよ。今回のじゃあねグリッドマン、そう、ね、アレクシスと食事、ね、するっていう、もうだから敵味方の首脳会議がチャブ台を中心に行われる。すごーい。そうなんだ、こういう世界観がある意味つぶらやの味なんだよね。なるほど、
これもやっぱメールでもいただいてて、アクセスネーム左ロックさんからなんですけど、広瀬くん、ゆめちゃん、てつさん、こんにちは。こんにちは。てつさん、あかね役のれいなちゃんやてつさんは収録時にある程度の展開まで聞いていたという話を聞きましたが、その上であのような優しい演技をされるのはどういう気持ちだったのでしょうか。優しいってのは多分ちょっと気さくなとことか、だからまあ、あかねとの気持ちになるかな。まあ一応ね、展開聞いてたのは最終回の1個前までなんですよ。だ最終回はみんなと一緒におおってびっくりしましたけど、あでもまあ世界観がどんな風に動いていくっていうのは知った上でやってたんですけど、でもまあその聞いてた時点まではこのアレクシスはそんなに大きな変化はなかったんで、もうずっとねその見た目っていうかその感じる感じで言うといい人みたいのをずっと演じ続けたんだけど、まあでも実際ね本当に悪いやつってのは外面はいいじゃん。そう。でも確かにだから怖いんだよ。そうアレクシスって別に暴言を吐いたりさ、なんかやれとかは言わないじゃん。なんかとても紳士的でしょ。そう、茜をすごい肯定してくれたりさ、なんかその寂しい心にさ、いや大丈夫だよ茜はってさ寄り添ってくれる側だから。だ唯一怖かったのが本当にアンチの目を聞いたところ。アンチのあのシーンはめちゃめちゃ怖かった。それも淡々とね。そう。なんか言うわけでもなく、そこがより怖さはあるよね。いやだからね、本当に怖い人っていうのは多分ねそういう感情の起伏がガーンとあんまりアップダウンしないで怖いことする人だと思うんですよ。これが11話ね。だから11話まではそれを守って最終回でどうなるのかというのをね、いやそれ聞いたら余計怖いな。怖いね。ぜひ皆様楽しみにしてください、うん、ということで番組前半は普通のお便りをご紹介します。なんか今のところ俺真面目に話してるじゃん。いやいやいいんですよ。いいのよ。何回ビーム打ってんだよ。もう出しすぎだからどんどん出てるから、ちょっとは普通の時間も作らんと。ってことでグリッドマントークでした。はい、アニメの感想、出演者宛てのメッセージお待ちしております。お願いします。アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン、アクセスプラッシュ。俺もなんか喉ちょっと枯れてきてるね。ちょっとなんか今日すごいお茶飲んでるもんね。俺枯れてきてるあの、ね、打ち合わせからもうなんかね突っ込みすぎて疲れてこれ。いやいいね、隣ってなんか気持ち悪いな。気持ち悪いせーの、急来てるせーのグリッドマン。隣同士がなんかドキドキしちゃってドキドキするとかやめてくれ。ゆめちゃんのこと好きなの？好きじゃないわ。いや好きじゃないわ、おかしいわ。おい会いちゃった。おいびっくりしたわ。この変な動揺がおかしいから。今日の図式は俺の1と2人の2でしょ。なんだ向かい合ってんだよ。なんか君ら2人並ばないと。なんかね隣だからせーの、こっちのコーナーだぞ。はいはいはい、ごめんなさい。じゃあやりますよ。はい、せーの、グリッドマンインフォメーション。こちらですね、テレビアニメグリッドマン関連の情報をお伝えするコーナーです、はい。放送情報、テレビアニメグリッドマンは東京 MX、 MBS、 BS11、 ワウワウにて好評放送中。ついに物語もクライマックスへ向かいますので、うん、皆様お見逃しなく。はい、続いて音楽情報です。オープニング主題歌オクトさんによるユニオン、そしてエンディング主題歌内田真彩さんによるユースフルビューティフルは好評発売中でございます。なんでもあのユニオン2万枚出荷したらしいですよ。2万枚はすごい。すごいですね。あの配信は別ですよ。CD が2万枚出てんですよ今。このすごいな。いやあの曲はねやっぱ一回聴くとさ、なんかメロディー的にも歌詞的にもやっぱ忘れないしね。本当残る曲だから。いや2万枚ってすごいですね。 CD が売れないと言われるこのご時世、本当ですよ。でもダウンロードとこでもちゃんとね、だからダウンロードさせてもらったんですよ。いやすごいことになるんですよ。いや素晴らしい、はい。そしてですね、はい、あもう発売されてるのかな、ねね。響優太、内海翔によるキャラクターソング1、うん、そして、うん、高田立花、新庄茜によるキャラクターソング2が発売されました。一応ねあの発売前にね視聴動画がちょっと YouTube にもね、うん、上がってて、今回は、うん、今回はついに皆さんも多分そうそう聞いてるじゃないですか今頃。もう聞いてくださってますね。ありがとうございます。キャラクターソング、キャラソン、ね、はい、そうですね、キャラソンのね感想もメールでぜひぜひ送っていただければと思います、ね。お聞きなさった皆、うん、お聞きなさったくださま、お聞きなさった皆さんもおかしいくださま。さっきからね上の空でイエーイって書いてあったから顔一つも笑ってないからバレてる俺が笑えなかったこと、ね、すごい真顔でイエーイってのがちょっと怖いんだよ。やばいんだよな、俺が熱いな、この部ちょっとさっきのしてるかね。おい、やめろ。やめろ。
してないから。何言ってる、何をしてない、何もしてない。あのさ、ゆめさん、どうした、ゆめさんはこっちいないと。分かった、ゆめちゃん怖いだろ。本当に怖いな今。俺今自然すぎてなんか特に突っ込まなかったんだけど、多分ね、これ自然すぎてビーム入んない。本当にダメだよこれ。俺ちょっと5回ぐらいから社長にも確認してもらう。これもう徹底的に確認してもらって、はい、何もミスがないようにします。はい、自然に言えばバレる、自然にバレる、バレるから、バレてんだから今、はい、次、そしてグリットマンとアンジによるキャラクターソングス2は12月26日発売でございます。マジかですな。こちらも視聴動画ありますので、うん、ぜひチェックしてみてください。さらにですね、うん、おー、新世紀中、これも発表されてるのかな、されてるよ。新世紀中学生4人によるキャラクターソング4が1月16日発売決定、うん、それぞれのソロ曲に加え全員曲もあります。やっぱ賞味が5曲入ってるってことかよ、これ。そういうことですね、確かに。ミニアルバムだね、もう。いやー、これ。でも、松枯さんとか、りょうさんからね、ちょっと話聞いて、うん、かっこいい感じ。いや、これ、スタッフさん人気もだいぶ高いみたいですよ。これはいい感じになるんじゃないですか。ぜひ、よろしくお願いします。すごいね。そして、そして、サギスシローさんによるグリットマンオリジナルサウンドトラックは、12月19日発売でございます。うん、サギスシローさんによる5000字を超えるセルフライナーノーツ、ウルトラ Q からの音楽的脈絡を収録でございます。うん、ぜひ、手に入れてくださいね、とのことなんですけども。もうスタジオにあるんですけど、めちゃめちゃかっこよくね、ジャケット。あ、この裏に映ってるのはあの方、ね、モノクロなんですよ。いや、超かっこいいですね、やっぱ電線がね。これ開けてみ開けてみ、あのちゃんとライナーノーツも、これあれやん、怪獣の断面ね。そう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 、怪獣のあれ、ね、あのモノクロのジャケットを開けたらカラフルな、この確かにかっこいい。いやー、素敵だなー。で、セルフライナーノーツ、ライナーノーツがね、読み物として面白いが入ってると。さっき読んじゃった。うわ、すごい、いっぱい書いてある。いやー、これはぜひ、これね、なかなか面白いよ、普通に。これぜひ読みたいですね、皆様お手元にね。これはぜひ買ってください。ぜひよろしくお願いします。そしてコラボ情報です、はい、怪獣ガールズブラックグリットマンスペシャルショップ in、うん、新宿丸いアネックスが開催中ですね、グリットマンではスタジオトリガーによる書き下ろしイラストを使用したグッズ販売や、うんうん、ポスカード会員様限定抽選会などを行います、うん、詳細は公式ホームページをご確認ください、うん、12月18日までの開催ですので、ぜひ行ってみてくださいねと、はい、そしておい、台本を貸してくれ。意地悪なやつだな、今のすごいね。今見た、台本を渡さないっていう新しいパターン。なんだ今の、自分が持ってないのが悪いよ。今ね、俺も大人なんていうの、ゆめちゃん今日悪いね。ちょっとさ、上手くなったと思わない、こうなんか言わずにこう読みながら、ちょっとこう台本をないから、こうちょっとなんでないの、やってくださいってやったら、何これ今台本手引いてて渡さない。普通に妨害したもんね。妨害して、これ俺が読むんだよ、だってそうだよ、読んで。今日のゆめちゃんは完全に俺の味方だね。そう、当たり前じゃないですか。優しさとかどこ行ったの。いや、ある意味俺には優しい。そう、おかしいおかしい。もう早く読んで、早く読んで、うん、そうだよ、ね、これ最新情報だから、これ大事だから。そうそう、じゃあ、うん、いきます。グリットマンのライン着せ替えがついにリリース。ラインですよ。しかもグリットマン同盟を中心にしたベーシックなものだけでなく、うん、新世紀中学生バージョンとミニキャラバージョンも合わせたなんと3種が同時リリース。3種どれにしようかね、素晴らしいね、うん、でお好きなデザインであなたのラインでもアクセスフラッシュしてみてください。ということで、いや、これまたこれはもういつ出るの、いつ出るんだろう。いや、もうだからね、これオンエアの時には出てるらしいよ。もう出てる、うん、みんなもうじゃあ変えてる。収録的に言うと収録日のらしいから収録日とか言っちゃダメなのよ。なっちゃう、なあ、何もダメではない。なあ、この人何やってんだ。つまみ出せ。おい、ゲスト、つまみ出せ、早く。今日のスタッフ全部俺の味方だ。どういうことだ。情報進めないね。そしてなんで俺が怒られるんだよ。情報進めて、なんだもう。はい、続いてパッケージ情報でございます、はいはい、アニメグリットマンブルーレイ&DVD 第1巻は12月19日発売でございます。こちら160ページにもなったブックレットやボイスドラマ CD などなど豪華特典盛りだくさんでございます。店舗ごとのオリジナル特典も充実しておりますので、ぜひチェックしてください。はい、そしてパッケージがまたありますよ、はい、ございます。この重量感のある、すごいですね。なぜ重量感があるかというと、ちょっと出してみます、何が入ってるのか、ブックレットが分厚いんです。いやいや、すごいな。あれ表紙、あれ、りっちゃん、表紙りっちゃん、あらあらあら、でこんな感じで、いやそしてすごいのがこっから、ほら見て、もう絵コンテやらね、絵コンテびっしりだね。これはさ、やっぱ見れないじゃない、これ私も見たい。これはね、うん、ちょっとトリガーファンはたまらないと思いますよ。たまらないですね。これがつくと、うん、こんな分厚いのが、すごいな、第1巻につくと、
素晴らしい、ケースもねかっこいい、すごい分厚くてねかっこいいんですよ。でもインテリアとして置きたいもん、ね、これ並べたいね、めちゃめちゃおしゃれ、全巻並べたい。そしてねさらにですね、アニメ通販サイトキャニメにて購入できる、キャニメ特装版には、すみません、一種類増えての謝っちゃった、増えたの、謝った、すごいね、3種類の原画クリアファイルステッカーがつくと、2種類から3種類また1種類、ごめん2種類のつもりがもう1個増えちゃったと、欲張りだな、ね、原稿にちゃんとすみませんって書いてあるんです、なんかさグリッドやたらとさ、そうどんどん増えちゃうよね、スタッフさんの多分愛が、ね、そう、うん、充実しすぎだよね、なんかもうこれも入れちゃうみたいになって、どんどん増えてくるのよ、ぶっくりと80ページだったんですよこれ、そうですね、倍以上さらに1種類増えると、これは素晴らしい、でこれはなんとキャニメ限定なのかな、うん、そうですね、ぜひですね、まあその特装版第4巻にはですね、キャラクターデザイン坂本勝さんによる書き下ろしの全巻収納ボックス、そしてファイングローバー製のグリッドマンイニシャルファイターオリジナルソフビが特典になりますので、まあね原画ファイルも1種類増えていますので、その辺もぜひチェックしてみてください、よろしくお願いします。そしてですね、この更新日の今日、12月14日は今日だ、今日だ、今日よ、グリッドマン第1回から第3回フェイ、何それ、それテンションのつもり、第3回フェイごめんなさい、もう一回もう一回、グリッド、グリッドマン第1回から第3回振り返り劇場上映会です。なんとイベント限定上映 5.1 チャンネルでの上映になります。5.1チャン、すごいよ、ごい劇場の大スクリーンで 5.1 チャンネル、すごいですね、こちら出演は広瀬優也さんと緑川ひかるさんでございます。俺出るの、え出るの、出るんだ、俺じゃこの後出るんだね、もうこの後いるよ、もしくは放送後だったらもう 出終わってるからね、出終わってる、出終わってる可能性もある。こちら東京での開催ということで参加できない方もたくさんいると思うんですけれども、きっとみんなが喜べる何かが発表されるのではないでしょうかとのことです。意味深なセリフは何、もういろいろね、広瀬君のプライベート情報でしょ、言わないよ、特典特典で、言うわけない、入場者特典で、入場者特典で、いや、俺が自分で言うのもなんだけど、急に特典が弱くなってんの、そしたら急に弱いんだ、俺のプライベートあんま聞きたくないと思う、ファンも来るよ多分、言うて、いや少ない、どうしてもね、いや少ないの、俺が言うの悲しいんだけどこんな160ページつけて急に俺のプライベートはちょっと弱い弱い、確かにね、確かに、知ったからなんだよって人も多いでみたいな、こっちつけろって絶対言われるから、確かに確かに、それはそうだね、いやそれはそうだね、なんかちょっと言ってよすごいな、告知だけで10分言ってるってなんで告知じゃないこと、ね、みんなが挟むからだよ、聞いてる人はね告知があんま入ってきてないんじゃないかな今日は俺もほんと今日やばい、二人とももうなんか汗汗してない、すごいね、汗汗してなんだよ、上の空だね、さっき声が枯れてたよね、そうそうそうなんだよ、相当お湯飲んでたよね、キャニメの話してた、俺もうお茶がないのよ、あとこれしかだから頼むからあんまもう突っ込まないでください、もうお願いします、もう喉カラカラにしやがったよ、もう行こう、もう後半やめるかじゃあおしまいするよってことで、他の情報は公式ホームページ、ツイッターをご確認お願いします。はい、以上アニメグリッドマン関連の情報をお伝えするグリッドマンインフォメーションでした。ちょっと10分から休憩挟んで アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン、アクセスフラッシュ、悪ふざけがすぎる行きましょう行きましょう、もう回ってるじゃないですか、ちょっと待ちょっと待って、おいどうしようそれ、俺先輩にこんなこと言いたくないけど、さて番組後半はバラエティーコーナーです、このラジオにはコーナーが3つあるのですが、なんだこれおいこれ涙出てきた、なんだこれ、おこお小学生かなあ、俺の大先輩でさ、お芝居がすごい大好きな先輩がこんな3文字を書くか、自分で書いたんでしょ、それ書いてないよこんなの、自分でこんなこと書いたの、メモメモ、おかしいだろ、ちょっと待ってくれなあ、会議会議、はい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 、はい、後半やるよ、もう後半やるよ、はい、最初ゆうちゃんだよ、そこじゃないからもうエンディングいくんじゃないよ、 B パート B パート終わらすなよ、もうちょっと待ってくれ、ということで今週はこのコーナー、まだまだまだ、もういいの、もういいや、もういいんだいいんだ、ということで今週はこのコーナーにアクセス、昔の〇〇ってすげーな、〇〇ってすげーな、〇〇ってな、この文字違うから、もうもういくぞ、はい、アクセスネームファイナルダイヤホースペシャルさんからです、ありがとうございます、私が2018年に復活してほしいのがグリッドマンと同じくズブラヤプロさんの作ったヒーローアンドロメロスです、
をコスモテクターにどうしたの、うん、使えないで言っちゃう。広瀬君無理なんだ。ここはもういいか。ここはいいか。聞いてる。俺聞いてる。すごい聞いてるから、ここだけは休むんじゃないよ。ここだけは頼む。ねえ、もう10分休憩したでしょ。休憩しよう。俺組んできたろ新しく。初めてさ、 A パート後に水飲むタイムラジオ初だぞ。休憩タイムなんておかしいな。はい、こちらアンドロメロスコスモテクターという鎧をまとった4人組のヒーローが宇宙を股にかけて戦う特撮作品で、巨大ヒーローが鎧を着て戦うのが斬新だなと子供の頃思っていた記憶があります。近年のショーで特撮版のグリッドマンと共演したこともあるようですが、映像作品での復活をぜひとも見てみたいものです。雨宮監督お願いします。お二人はアンドロメロスって知ってますか？当然知ってるよね。え、アンドロメロスのこの4人の中では誰が好き？広瀬君は。あ、でも俺は右の、いつも右の位置に立ってる人、うん、マジで好き。え、アンドロ何？アンドロ三角。三角。アンドロ三角。じゃあ、アンドロ丸、アンドロ三角、アンドロメロス、アンドロ四角っていうのが、まあ、俺が言ってるだけだよ。え、じゃあ、俺が言ってるだけだよ、それは。あの、なんでアンドロメロスの仲間がアンドロ丸とアンドロ三角、アンドロ四角なんだ。メロスは何だと思ってる？アンドロメロスは、メロスはメロスだから、うん、そこから派生したの、アンドロ丸と。え、メロスがなんで丸になるの？メロスは何なの？ごめんなさい、あのもう頼むわ。誰か突っ込んでくれ。突っ込んで。あんたお茶飲んでんじゃないんだよ。突っ込めよ、夢さん。ちょ、お湯お湯飲んで。終わんない、ずるいよ。夢ちゃんはアンドロ丸ですけど、はい、私ちょっと分かんないんですよ。だから教えてください。おい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 、賢い賢いな。打ち合わせと違うだろ。夢ちゃん賢いね。夢ちゃん分かんないから教えてよ。僕も分かりません、すいません教えて。アンドロメロスっていうのはね、まあ言ってみればそのコスモテクターというのをまとったウルトラマンの誰かじゃないかみたいなね。コスモテクターってまずな。だまあまあ鎧ですよ。そのアンドロメロスの仲間たちはみんな鎧をつけてるんですけど、その鎧を着てるのが実はウルトラ戦士の誰かじゃないかみたいな説があって。あ、なるほど。それでね、まあ、あのウルトラ6兄弟の長男のゾフィーっていう説もあって、それが俺公式設定だと思ってたんですよ。でもどうやら公式設定ではゾフィーじゃないかもしれないって説もあって、だね、そこがね非常にねグレーな部分があって、ファンはね、作り手もファンもそこを楽しんでる節があって、明言しないことで、うん、考察するのがね。だからそのウルトラマンフェスティバルでやったショーで、うんうんうん、あのグリッドマンと共演してるんですけど、すげー、そのショーでもそのメロスの正体がゾフィーなのかそうじゃないのかっつのね、ぼやかしてるんですよ。うわー、そのショーでも、うん、だからね、そのメロスが登場するシーンで今までいたゾフィーがしれっといなかったりしたり、でもゾフィーが変身したって描写は特に描かなかったり、あとあの近年のウルトラマンで他のウルトラマンの力借りて変身したりするんですけど、ゾフィーがアンドロメロスの力を借りてアンドロメロスに変身して戦うっていうねショーもあったんですよ。かっこいい。それたまらない、なかなかそのグレーな、そうそう、これがアンドロメロス。これいつも何年ぐらいなの？めっちゃ最近。これもう相当前ですよ。いや、そうなんですか。なんせ堀内健雄さんのデビュー作ですからね、このアンドロウルフっていうのが、あのケンユさんがこうやってんのがこの赤いやつね。80年だって。最初はね、生まれてない雑誌展開してたのよ。雑誌だからね、映像作品じゃなかったのよ。雑誌で展開していずれ映像としてあの作ったのよ。そんな前のでグリッドマンと共演したんだ。しかもこれいろんなとこで雨宮さん言ってると思うんだけど、あのグリッドマンアニメ化するときに円谷さんに打診したら、アンドロメロスかグリッドマンならいいですよって言われたらしくて、だからもし雨宮さんの選択によってはアンドロメロスだったかもしれないんだ。いや、そう考えるとトリガー作品のアンドロメロスは超見たいですよね。確かにトリガーさんになったらグリッドマンかっこよかったし、ね、グリッドマンでこういう形になったし、いや、だからちょっとねこれグリッドマンの成功を受けて、アンドロメロスのこれは成功と言ってもいいよね。グリッドマンはアニメ化してほしいですよ。そしたらちょっと共演もしてほしいって思っちゃいますね。なんかさ、グリッドマンやってほしいよね、そういうの。いや、これは本当夢広がりますよ。すごい、あったんだ。あ、残念ですが、お時間ですが、時間です。そうだろ、タブレットなのに手書きのそんなに関係ない話ばっかしてるんだから。いやー、楽しかったね。関係ない話じゃあ、もう行こう。以上、今回の番組後半は昔の〇〇ってすげーのをお届けいたしました。他のね、まあ、あの2つのコーナーもあるので、うん、そっちのコーナー宛てのアクセスもお待ちしております。以上。いいの、メモしてるし自分でメモしたんだ。俺がメモしてないか。はい、終了。デレレレーン。何それ、なんだそれ、今の音楽何みんな今の何ってなっちゃってんじゃん。テンパるとこういう音が出んねん、わかる。知らない、知らない。人が窮地に立つとテレレレーンが出るから。何それ。デレレレーン。
ニメグリッドマンラジオとりあえずユニオンアクセスフラッシュ。はい、やっとお別れのお時間です。あと30分ぐらい続けるでしょ。いやもう終わり終わり終わり、終わらない。子供なんかマジで子供とか誰って言ってるの。あのさ、テストのギャラの半分今日もらっていいかな。俺が上乗せで逆逆、こんなんめちゃくちゃやん。じゃあじゃあギャラ半分やるから君の住所を言わせてくれ。言わない。4回4回9回9回じゃない、やめろお前、やめろ。9回ずつやと。はい、どこ今、最初だよ、まだ最初よ。番組ではね、アシストウェポンという名のリスナーの皆さんからのメールをお待ちしております、はい。アニメの感想や広瀬君メッセージは、まあ、嫌いではないですよ。嫌いではない、嫌いではないですよ。でも、まあ、いいから、テストのメッセージ各コーナーでのアクセスお願いします。はい、詳しくは番組ページのアクセスフォームを参照してください。はい、アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオンはインターネットラジオステーション音声にて毎週金曜日配信でございます。次回の配信は12月21日金曜日となっております。そしてここでおうおうおう、ゲストのお知らせでございます。おまた2連続だね。来週も俺か。いや違う、絶対違う。そしたらもう消すよ。俺が電話しようか事務所さんの方に。どの権利を。キャンセルでお願いします。お願いします頼むっつって。ついにですね、はいはいはい、なんとグリッドマン役の緑川さんがいらっしゃいます。エクシスの次はグリッドマンですよ。ようやっとグリッドマンラジオに。楽しみですね。本当だ、このタイトルのラジオですよ。緑川さんへのメールも投稿アクセスフォームからアクセスよろしくお願いします。はい、そしてですね、明日、12月15日から順次アニメグリッドマン第11回が放送配信されるわけですが、ということで、うん、見どころについて、まあでもね、まあ、出てないもんね広瀬君ね。確かに。いやまずそこからなのよ、うん、俺は出てるか出てないのか。出てないんじゃないかな。出てないと思う。もっとなんかない、広げてくれ。出てないで終わられる。いやじゃあ言うか、あらすじ言うちゃう言うちゃう言うちゃう。本当に一番怖いわ。またダメになる、またビーム打つことになっちゃうから、うん、まあ、分かった分かった。じゃあ12話のあらすじよし。ダメだよ。なんで11話飛ばすの。ダメ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 言っちゃう。超大事な回よ11話。超大事。だから本当ね、前も言ったけど9、10、11、12回もうここはもう全部大事で、うん、本当にちょっとね一つでも言っちゃうと、うん、大きなネタバレになっちゃうので、なっちゃうね。ここは皆さんもドキドキした気持ちでどうなるのかっていうのは、そうね、まあね、予測したりさ考察しながら楽しんで見ていただきたいなと、うん、まあこれからアレクシスがどう動くのか、もうだから本当よ、もうあやそのままた中華屋にご飯食べ行くんじゃない。なんでどういう話なんだよ。逆に最終回そんなんで終わったらマジなんだって。ゆうたもなんか、あ、やっぱアレクシスさんっていい人なのかなみたいな。終わっちゃうね。みんなであの店で食事をして終わる。あ、まあ、それもまたいい。それもまた美談だね。うんうん、でも金が使われるかもしれない。そう、金もちょっとなんか様子が最近マジおかしくなってるから。普通に刺しちゃったからね。もうなんか変じゃん、もうなんかもうこうなってさ、もう私ダメなんだみたいになってさ、うんうん。今日の広瀬君みたいだよね。確かに。いやマジそうだよ。今日の俺みたいな。なんか追い込まれてる感じになってる、ね、めちゃくちゃな行動出てるから、うん、それが一緒なのよ、うん、だからそのめっちゃ感情移入できる、ね、感情移入できる、ね、それがどうなるのか、うんね、ぜひ皆さんの目でリアタイしましょう、うん、みんなでね、よろしくお願いします、アニメグリッドマン第11回お楽しみに、うん、今回お越しいただきましたがいかがだったでしょうか、はい、じゃないんだよこの感想なんかもう、うん、なんでよ。いい加減にそこは触れよ。すいません大先輩大先輩、うん、ごめんなさい、ちょっと失礼だね、こうなんかおいとかいっぱい言いました。いやいいよいいよ。いや楽しかった。君の真骨頂は俺ツッコミだと思ってるから。やっぱね、今まで逆にそのなんだろう、はいはいはい、この状況に甘んじて君はボケすぎてるから。なるほど、うん、いや嬉しいっす、嬉しい、ね、この飲み会で見せるあの先輩たちに対するあの初めのっぴのツッコミをね。確かに今日初めてやっと立ち上がるよ見たの、ね、ツッコミで立ち上がりましたか。で水を何回飲んだか、うん、これがあるべき姿でしたね。そう、忘れてた、うん、初めてですよラジオのね一回、うん、いつも連続で撮るんですけど、うん、一回半分で10分休憩しろ、うん、真顔で10分休憩させてくださいってざわつくって、もう声ガラガラだったもんね。いやでもわちゃわちゃね、うん、できて楽しかったです。どうなるかと思ったけど楽しかった。いやでも本当どうなるかと思ったけど、どうなるかと思ってたよ、うん、テッサの裏話もいろいろ聞けたから、うん、まあでもさ、うん、テッサのといえばさ、うん、トリガーさんですよ。そうですよ、まだね、もうちょっとね裏話聞きたいから、もう広瀬くんのプライベートをバラすのに躍起になって、トリガーアニメの話俺全然できなかったからね。じゃあぜひおまけポーズで。逆なんだよ、おまけでそっちなんだよ、うん、いやおまけでも言わせないよ。いいねいいね、いや大丈夫、おまけならだって会員しか聞けないんでしょ。会員もダメだよ、なんで会員はいいみたいな。じゃあ広瀬くんの住所を知りたい人は、締めます。ということで今回はここまで、お相手は日々キュータイク広瀬優也と宝田陸海久美
宮本ゆめとアレクシス・ケリブ役稲田哲でした。第12回もインターネットラジオステーション温泉にインスタント、インスタントって言ってるやん、もうグダグダ。アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン、この番組はグリッドマン制作委員会の提供でお送りいたしました。